色の違うパーツをそれぞれ左右に持ち、左手のパーツの中へ右手のパーツを入れていきます。向きを変え、これとは違う色を持ち、次は右手の中へ左手のパーツを入れていきます。向きを変え、最後のパーツを持ち、左手のパーツの中へ右手のパーツを入れていきます。最後、向きを変え、最後は右手の中に左手のパーツを入れていきます。形を整えます。で、稲妻の形になる蓋が完成です。これで稲妻の模様になるパーツの組み立て方の説明を終わります。